このインターネット時代にあえて紙媒体から誕生したアイドルがお送りするトークありライブあり笑いあり涙ありの盛りだくさんの30分番組です。はい、盛りだくさんですね。そうですね、はい、はい、今回MC を務めますのは最近前髪の分け方が逆になってしまいました福島由香です。よろしくお願いします。どうでもいい。はい、イベント担当いつまでたってもハニカミン熱いハートをあなたに分かってほしいな、よこみこと横田愛美です。よこみ、はい、楽屋アイドル部営業担当いつでもあなたのハートに出張します、お酒おしゃべり大好き、インテリ系セクシーお姉さんアニネこと渡辺アリサです。と、はい、ちょっとね、はい、そんな感じですけども、ね、はい、なんか今日しっとりしてますね渡辺さん。しっとりしてます、ちょっと雨だからかな、うん、湿気で今日雨なんですよ。そうなんですよ、東京都はね、だけど今日雨ですね、はい、しっとりしちゃったりしっとりお届けしてますか、はい、はい、セクシーな感じでね、好きな感じな、そんな私たちなんですけども、はい、はい、ラックアイドル部はラックやアイドルパスという業界初のアイドルクボスで活躍するそんなアイドルです。そしてこの番組は浜松町文化放送1階のサタレットスタジオから毎週公開収録でお送りしております。イエイイエイ、はい、ということで最近のラックユアイドル部の活動について語りたいんですけれども、はい、久しぶりのまずこういった公開のコーノバ、コーノバ公の場じゃなくてえ、そうなの、ちょっと待って待って待って、怖い恥ずかしい、編集アイドルなのに怖いのね、間違った、ガチで間違えてたんですけど、公こうって書いてある、公って言うんですよ、公園のこうって書いて、怖っすげー、渡辺さん今日そうすぎー、怖い、公ですね、公ですね、はい、公の場、はい、公の場ということで、公、はい、の場で、まあ、皆さんにもちょっと発表したいことがもろもろあります。はい、はい、今私たちはラックアイドルパスボリューム10の編集作業に追われてますね。はい、もう一生懸命頑張ってます、頑張ってます、はい、で今日はこのペーパーアイドルの場で、はい、ジゴとボリューム10の、表紙の発表をしたいと思います。おー、いきますよ、はい、表紙はデデン、バンドじゃないもんマックス仲良しさんです。イエーイ、豪華ね、すごいですよ、すごい、いや、インタビューめちゃめちゃね聞いたり、ね、撮影とかも行ってきたんですけれども、かなり深い話がいっぱい聞けて、インタビュー50ページぐらい欲しかったっていうぐらいすごいたくさん語ってくれたので、うん、表紙の方もね、いろいろ楽しみにしててほしいなと思います、うん、そしてさらにですね、はい、関東グラビアの争奪の、はい、結果も出まして、先日撮影を終えましたね、はい、はい、こちらも発表したいと思います。はい、1位を、取ったのは、アイチブメモリーさんです。イエーイ、はい、おめでとうございます。なのでそちらのグラビアページも皆さんお楽しみにでお願いします。めっちゃ可愛かったです、可愛かったとです、ね、ということでそれでは今夜もペパーアイドル発行します。この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りします。SIR 8期候補生をお迎えします、はい、前半はチームプチエンジェルの皆さんに登場していただきましょう、どうぞ。イエーイ、こんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ、お願いします、お願いします、揃いましたね、はい、はい、それでは早速ですけれども皆さん揃ったところでご挨拶お願いします。はい、はい、私たちがチームプチエンジェルです。イエーイ、イエーイ、プチエンジェル、かわいい、かわいい、はい、はい、マイペースなはぐれもの、それでもあなたのペースに染まりますルココと太田香織ルコです、よろしくお願いしますルココ、はい、あなたに胸キュンハスキーボイスの爆発バディキエタンこと井上キエです。キエタン、はい、愛嬌レベル19ちょっぴりぽっちゃりおっとりシェンジウカちゃんこと長尾優香です。うかちゃん、はい、完璧
主義の熱血ガール、頭がお花畑なのは内緒です。マッサンこと松野あさみです。よろしくお願いします。マッサン、はい、ということでこの番組でもねご一緒するのもう3回目、そうですね、おなじみのね、はい、ということで今日もねよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでさて今週なんですけれども、はい、SIR 8期候補生をお迎えして、うん、お届けする、はい、企画はこちら、はい、ラッキーのアイドル力診断。イエーイ、アイドル力診断。そうですよ、はい、アイドルのスキルをね診断していくんですけれども、はい、これまで数々のアイドルに取材してきた私たちラックユアイドル部が、はい、SIR 8期候補生のアイドル力を診断していく、そんなビシバシな企画となっております。はい、厳しい戦いが始まる。厳しいですよ、はいね、この番組厳しいので、そうですね、なので今回はこんな時どうするといったシチュエーションを出して、うん、皆さん自分だったらどう行動するか答えてもらいましたけれども、今回はクリスマスをテーマにしたお題を出すので、それに合うセリフを披露していただきます。一番アイドル力が高いと診断された方はエンディングにも出演できます。はい、ちなみに途中1回でもアイドル力0点の回答したらその場で退場になるので気をつけてください。厳しい、ごめんなさい、ね、厳しいんですよ。ということでね、それでは早速やっていきましょう。ラックユのアイドル力診断スタート。はい、じゃあ早速ですがよろしいでしょうか。はい、はい、ではアイドル力診断始めます。第1問、ででん、片思いしている先輩にクリスマスプレゼントを渡す時のセリフといえば。渡す、うわ、渡す時、先輩、先輩です、はい、はい、ここ大事ですよ、先輩なんでね、先輩、はい、おー、マサ、はい、できました、はい、じゃあ大喜利じゃないから大丈夫だよそんな、うん、じゃあ行きます。はい、そわそわ、松野先輩、青森県からリンゴ持ってきました。よかったらクリスマスプレゼントに持ってってください。青森出身なんですか。はい、青森県生まれなので、ちょっと、はい、まあ、名産、特産、特産でもあるリンゴを差し出すという、ほっこりした感じですか。なんか田舎のお母さん思い出した、ね、温かい気持ちに、お母さん、でもその辺の木の鳴ってるリンゴを取ってきたのかなって、ブチッと取ってきた、ほっこりしたけど、今のマッサンの回答はですね10点満点中、はい、5点、ね、うん、その辺で取ってきたのかなってところがね、ちょっとあれだったから、言い方変えればよかったです。5点かなと思います。じゃあ次、思いついた方、はい、ケイトン、いいですか。はい、お願いします。先輩、クリスマスに私の爆発バディいかがですか。やったー、受けてないの、そんなのないから。何、爆発バディ。いやでもドキッとはしますよね。ドキッとするけどってなるよね。ほら、アイドルだよ、ね、確かにね。ちょっと待って、うんうん、見るって意味ですよ。見る、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 見るにしてもちょっとあの見るとしてもどっちにしてもちょっとなんかもう何とも言えない感じの回答ではありますけどね。いやー、ケンタンの回答ちょっと刺激が強すぎるから。アイドルっていうかはちょっと刺激強いから1点。でもよかったじゃん、0じゃなかったみたいな。あとで、お客さんもみんな笑ってくれたから私の心は満点です。あ、素晴らしい、前向き、はい、面白いな。じゃあ、はい、お母ちゃん、はい、いきます、どうぞ。はい、先輩、今日はプレゼントを持ってきました。はい、私とお揃いのマフラーです。これをつけて一緒にイルミネーションでも見に行きませんか。かわいい。おー、何この、これは正統派の、うん、マフラーは1本ですか、2本ですか。2本です。2本、はい、1本ですね。1本にしようよ。2人でも1本だよ、もうここは。1本です。1本です、ね、でもかなりこれポイント高いじゃないですか。これはちょっとこれキュンとしたんで、これはちょっと9点で、やった、うん、確かに今のはレベル妄想が膨らみますね。じゃあ、落ちが来たぞ、決めてください。いきます。お願いします、はい、先輩、実は今日クリスマスパーティーのケーキ作ったんですけど、一緒に食べてくれませんか。いいよいいよ、食べる、ルコのケーキ食べる食べる。はい。ちょっと待って、めっちゃ人数多くない？めっちゃいろんなところが、え、何そんなに、何たくさんのに、カズちゃん
たる的なのにちょっと待って、これはちょっと全国集会みたいな感じしたから。私料理しないんですよ普段、うんうんうん、一切しないんですよ。知ってる、知ってるでしょ。喋、うん、れば喋るほどなんか点数下がってくんですけどちょっと待って、これはちょっとさね、いろんな、はい、ちょっとそうですね、走っても、はい、これは0点です。はい、ありがとうございました。料理できないってドヤ顔してるけど、いやいやちょっと猫さんは最高です。最後の最後まであの仲間連れてってとか言ったからめっちゃ怖かった、うん、元気でしたけども、ね、明るい、でもいいね、ああいう風に明るく退場してくださいね皆さん。そうですね、はい、爽やかで、はい、今日ねちょっと爽やかですか、爽やかですか、だいぶ爽やかな感じで、爽やかな感じで。じゃあちょっとね、じゃあ次のお題いっちゃいますか。はい、じゃあ横見から。はい、気になる男の子をクリスマスデートに誘う時のセリフは、キュンとしちゃうね、これはね、いいね、気になる男の子です、はい、ね、めっちゃ上げかけてやめたいちょっともっと考えようみたい。キュンと改めてどうぞ。ねえねえ、今の時期ってイルミネーションがすっごい綺麗なんだって。私まだ上京したばっかりで見に行ったことないから、一緒に見に行ってくれませんか。おー、なるほど、いい、うんうん、田舎、田舎者っていうか田舎者ね、ちょっとあ、でも村出身なんで。あ、村出身、はい、分かったかもな、福島県、分かり合える、そうなんですよ、なるほど、なるほど、分かりました。村トーク、まあでも今のはちょっと共感得たので発展です。イエーイ、声がこっつ、ね、うわーハスキーボイスだから余計なんだかごっつい感じできますけども。なるほど、じゃあ続いて思い浮かんだ方。はい、お、マスさん、はい、じゃあ行きます。はい、松野先輩、あのクリスマスだし美味しいものを一緒に食べに行きましょう。キラ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 は何、最後のキラキラは最大級の甘えのつもりです。そうそう、何か LINE かなんかで送ってんのかなみたいな、そういうわけじゃないんだね、口頭で食べてる、最大級の甘えのね。ちょっとクイズ張ってる感が出てるからあなたは2点です。あ、2点、あの、ま、見た目には合ってる、ね、キャラとしてはまあ正解なのかな、うん、すごくいいと思って大好き、はい、じゃあ最後お願いします。はい、はい、何々くん、友達からプラネタリウムのチケット2枚もらったんだけど、一緒に行く相手いないから一緒に行きませんか。あー、なるほどね、ちょっと照れ隠しも入ってね、一緒に行かせないからっていうね、あー、怖い、なるほどね、うん、そこはでもストレートにユース言ってほしかったからなるほどね、確かに、え、5点それでもね、まあ、それでも5点ですね、はい、はい、ということで、うん、お題は以上になります。はい、以上です。はい、全員の点数を確認しますが、やっぱり足し算ちょっと、何、いや、ここにいるよ、ここにいるよ、答えが出ましたよ皆さん。はい、あ、これは、うんうん、うかちゃんが1位です。ダントツですね、ったのは14点ということで、うん、はい、すごい強いですね、うん、だって可愛かったもん、はい、全部、うん、なんか自分の心を掴む力がありますね。確かに、ということで、ね、一番今回アイドル力が高かったのは、はい、なんかうかちゃん、はい、うかちゃん、はい、うかちゃん、うかちゃん、ね、感じました。はい、ということでですね、この後はチームプチデビルのアイドル力を診断していきます。SIR 発揮候補生からチームプチデビルの皆さんに登場していただきましょう、はい、どうぞ。イエーイ、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします、お願いします、お願いします。じゃあ、はい、おかけになって、はい、はい、ということで、では早速挨拶をお願いします。はい、私たちがチームプチデビルです。イエーイ、
類？昆虫か。アニメ族。好きなことには一直線。イズミンこと泉アスナです。イズミン。はい、宇宙一大きな愛をあなたにあげる、ナサチンこと石川ナサです。ナサチン。はい、こう見えても元高校教師なんです。ベビーフェイスのアイドル1年生マージこと横山自由です。マージー。はい、天真爛漫サバサバ系レースクイーンあやちゃんこと宮崎です。あやちゃん。はい、ということでですね、チームプチデビルの皆さんにも、前半と同じくラッピューのアイドル力診断の企画を行っていきます。はい、はい、一番アイドル力が高いと診断された方はエンディングにも出演できるので皆さん頑張ってください。頑張ります。ということで、それでは早速やっていきましょう。ラッピューのアイドル力診断スタート。はい、ということで、はい、じゃあ、お題、お題を出させていただきます。はい、じゃあ第1問、はい、ででん。クリスマスプレゼントを忘れてしまった彼に一言。うん、忘れてしまった。そう、忘れちゃったの。あ、持ってくの忘れちゃったっつって、クリスマスプレゼント。そんなびっくりさんが嘘でしょってなるよね。私もちょっとこれ考えた時に嘘でしょってなったんだけど。私のせいです。あ、じゃあ、はい。皆さん、三二一どうぞ。それって今日家行っていいってこと？おお。なるほどね。やっべ。大人すごいね。それが今この瞬時に出てきたのがすごい。すごい。すごい。なんかすごいドキドキしちゃうから。こっちはセリフ振るのね。わたわたしてる。マジか。ね。ナサチンの声だった。びっくり出ちゃった。今の回答は。でもちょっとドッキ刺激強いからやっぱ。刺激強いです。7点かな。でもそこまで考えたらすごい。すごい。アイドルがちょっと。怖くもですね。ね、うん、悪魔だわ。さすがプチデビルさん。すごい。はい、ということで、では続いて浮かんだ方。はい。はい。では3、2、1どうぞ。今年のプレゼントはじゃあ君で。ああ、なるほど。なるほど。どうでしょう。もう丸ごと受け取っちゃうぞみたいな。そうですね。そうですね。そんな面白いことない。不思議ちゃんだからね。確かに、不思議な人だな。でもなんかアイドル的にはこれは結構ポイント高いので、うん、やった。これは今の回答は8点。やった。え、結構私好きかも。やった。やった。好きって言ってもらいました。いい感じ、いい感じ。はい、じゃあ続いてどちらか。はい、じゃあ、はい、はい、マーチちゃん。え、これ本当に突然ですか。では3、2、1どうぞ。忘れたんだったら今日は一緒に過ごしてくれる？なるほどね。でもさ、一緒に過ごすために来たのかな。それ思った私。なるほどね。だからなんかその後もなんか渡して終わりじゃなくて、その後もなんかあるかなって思って、うん、なんかそういう感じ。なんかどういう、なんかその渡すためにあったって思ってました。あ、なるほどね。え、そういうこと。渡すためだけに受け渡しみたいな。3、2、1どうぞ。お待たせ。あ、忘れちゃった。じゃあ今日一緒にデートしてお揃いのもの買おう。あー、あー、確かに、確かに。あ、いいかもしれない。これいいかもしれない。いい今のは9点、うん、だってお揃いのもの欲しいもん。確かに可愛いですよね。可愛いですね。いいです。人の、ね、相手のプライドもね、多分保たれたまま、ね、いいと思います。はい、ということで、じゃあ続いてのお題に行ってみましょう。はい、お願いします。はい、クリスマスデートの最後に告白する時のセリフは、え、自分からってことですか。自分から、はい、ね、はい。お、泉、早い。思いついた。じゃあ泉の告白まで3、2、1どうぞ。来年も一緒に暮らし、暮らす、え、暮らす、ちょっと待って、何だった。え、私なんか言いました。私なんか言ってました。不思議なワード。退場。何を言いかけたの。
くりした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。心臓止まりそうだったね、今なんかちょっとね、どうしちゃったんですかね。はい、ということで、いずみんがいなくなった今、はい、お三方、どなたか浮かびました？題名なんでしたっけ？題名？題名、うん、お題名、お題名、会場お疲れ様でした。お題名忘れるの？お題名はダメでしょ。それはダメでしょ。それはダメでしょ。それはちょっとどうかと思うので、これ2分の1とかあるんですよ。これで、はい、そう、じゃあ戻ってもらって、はい、2人はお題覚えてますか？覚えてます。よかったよかった、本当にもう2人の戦いです。はい、じゃあどちらか、はい、はい、ではあやちゃん、じゃああやちゃんの告白まで3、2、1、どうぞ。好きだー。ん？あ、なるほどね。これで言うの？あれで好きなの？あの楽曲のあのフレーズを、ね、SIR 様の曲を、はい、なので先にはちょっとでも最後の最後ちょっとごめんね、言ってごめん、うん、ちょっと雑だった、雑だったね、ちょっと SIR の力で1点を差し上げました、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後どちらが勝つかわからないけれども、はい、マジちゃんお願いします、はい、じゃあマジちゃんの告白まで3、2、1、どうぞ。実はずっと前から好きでした、付き合ってください。あー、シンプルに、うん、で、うん、面白いかって言ったらわからないけれども、うん、でも、もうこの中で言ったらもうあなたの優勝ですね、もはやね。って考えるともう、まあ5点あげましょう。はい、はい、ね、おめでとうございます。はい、あれ、さてさて、待てよ、そういうことか、そういうことで、ではね、お二人の中の点数なんですけれども、まずあやちゃんが10点、そしてまちちゃんが7点ということで、好きだって叫んだあやちゃんが優勝です。おめでとうございます。はい、最後ちょっと雑だったけど1回目が ね、2回目がすごい良かった、1回目すごく良かったのでね。はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、はい、あやちゃんが優勝、ということで、じゃあエンディングにも残ってもらいたいと思います。はい、はいはい、ということで以上、ラックユーのアイドル力診断でした。イエイ。業界初クーポン付きアイドル専門誌ラックユーアイドルバス、最新号の表紙は26時のマスカレード、東日本版と西日本版が絶賛発売中、掲載アイドル使えるクーポンは合わせて全100組以上、私服アワードも開催、推しのアイドルに投票、次号の関東グラビアを決めるのはあなたです。アイドルバス主催イベントにも大注目、この雑誌を作っているのはラックユーアイドル部、詳しくはラックユーで検索。この番組はサンスポ PS リポート、ラックユーアイドルパスの提供でお送りしました。さあ、早いものでラックユーアイドル部のペッパーアイドル、そろそろお別れのお時間です。はい、ということでエンディングにはですね、先ほどのコーナーで勝ち上がってくれたうかちゃんとあやちゃんが残ってくれました、はいはい、おめでとうございます。はい、ということで、では早速ですがお知らせをお願いします。はい、はい、私たち SIR 8期候補生は2019年の1月22日までの約3ヶ月間、正規メンバーを目指してのサバイバルレースを行っています。審査項目はネット人気投票、パチンコリポート、ライブパフォーマンス、ネット生放送の4つです。詳しくは SIR の公式サイトにある8期オーディションページをチェックしてください。一生懸命頑張るので皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。見てください。ということで、はい、続いてラックユーからのお知らせです。はい、はい、現在ラックユーアイドルパスボリューム9、東日本版西日本版ともに発売中です。はい、現在は表紙は26時のマスカレードさん、はい、ちょっと入っておりますので、はい、ぜひ皆さんゲットしてください、はい、そして先ほども言いました通り、はい、ラックユーアイドルパスボリューム10がですね、12月の25日クリスマスの日に発売されます。イエーイ。はい、でですね、表紙はバンドじゃないもマックス仲良しさんが務めてくださいます。はい、素敵なインタビュー、そしてトピックスなど、盛りだくさんなので、皆さんボリューム10ゲットしてください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、ラックユーアイドル部、なんと12月24日のクリスマスイブに対バンでのライブ出演が決定いたしました。はい、ありがとうございます。
詳細の方はですね、ラックユーの公式サイトやツイッターの方で、告知いたしますので、皆さんもうしばしお待ちください。はい、そして来年1月7日は新春ラックユーアイドルフェスってアイドルフェス全部東京が開催されています。アイドルフェスですね。はい、フェスですね。はい、こちらの出演は、ボリューム9の表紙の26時のマスカレードさん、純情のアフィリアさん、フェスティブさん、サンスパイドリポーター、SIR さんなど豪華な出演者さんが出演いたします。そして、カバーガールズさんも追加で決定いたしました。お、新体制になったもんね。はい、そうですね、うん、はい、すごい楽しみになっております。皆様もぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、そしてこの番組は毎週公開収録でお届けしております。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行っております。次回の公開収録は12月25日火曜日となっておりますので、お気をつけください。はい、出演は SIR とラックユアイドル部です。 SIR 発起候補生の皆さんも登場しますのでお楽しみに。収録後にはライブもありますので、皆さんぜひ文化放送に遊びに来てください。はい、ぜひぜひお願いします。はい、そしてこの番組ではですね、皆さんからのメールを大募集しております。番組へのご意見ご感想、 SIR ラックユアイドル部やゲストさんへの質問など何でもお待ちしております。アドレスはすべて小文字で paper@joqr.net です。来週の放送は SIR のチームエンペラーとチームデリルがお送りいたします。またですね、この番組は YouTube でアーカイブも公開しております。詳しくはペーパーアイドルの公式サイトなどご確認いただければと思います。お願いします。お願いします。はい、ということで今日はね、ゲストに来てくださって企画コーナーで見事勝ち残ったお二人ですけども、うん、はい、ちょっと一言ずつずっと今日のね、ずっと感想をお願いしてもいいですか。じゃあ、あやちゃんお願いします。なんか素直な気持ちを言ったら勝ち残れちゃったので、ちょっとアイドルの要素あるのかなって再確認できました。退場させたいけど大丈夫ですか。今からお願いします。なんかもう私が残れると思わなかったので、ここに最後残れてとっても嬉しいです。ありがとうございます。謙虚、でも2回目なんですよ、こうして残ってくれるの。前回も残ってくれたから、ね、めっちゃ強いです。はい、ありがとうございます。ぜひ3連覇なんかわかんないけど、はい、目指してください。はい、はい、ということでまた次回もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日のお相手は福島由香と横田愛美と渡辺ありさと、そして今夜のゲスト、SIR 発起構成のチームプチエンジェル長尾優香とチームプチデビル宮崎彩です。でしたー。バイバイ。